皆さんこんにちは、アキシと申します。さあ今回もですね、シーバーリプレイやっていきたいと思います。はい、こちらのパーティーメンバー見てください。こいつらに共通するのは、そう、クロックマンですよね。さあサムネでもある通り、クロックマン縛りをやっていきたいと思います。はい、今回のですね、縛りに使うクロックウーマンはですね、はい、このケンさん、はい、交換で渡したかったんだけれども無理だったんでポストに送ります。これからも動画投稿頑張ってくださいということで送っていただいてます。500ジェムと一緒にありがとうございます。これをですね使わせていただきたいと思います。あとは先日手に入れたこのゴールデンフューチャーラージクロックマンと、はい、このチーフクロックマンを加えて、クロックマンパーティーの完成だということでね、これでエンドレスどこまでいけるかっていうのをね、ちょっとやっていきたいんですよね。ということでですね、さあエンドレスランクが今2位なんですけれどもね、上がってったらね6人入れられるんで、いや6人いたらさ、縛りプレイの幅も広がるしさ、ちょっとね取っていきたいんだよね。頑張ってエンドレスやって、さあ突っ込んでいくぞ。さあ一応今回はですね、はい、このサイエンティストクロックマンがいることでねファームできるんですが、いやちょっとね、なんでねここにね、はい、このペンデュラムクロックマン入れてるかってね、ちょっと疑問に思う人がいると思うんですけれども、これはね序盤を乗り切るためだけに入れたですね、はい、キャラですね。正直ね序盤結構コストが高いユニットがね多いんで、強いんだけれども序盤さえ乗り切れたらみたいな感じですよね。さあここで敵を迎え撃ちましょうかということでね、ダイナマイトを投げまくってくれ。さあこれでですね、ちょっとね序盤を乗り切りたいんだ、乗り切りたいんですけれども、乗り切れるのかな果たしてこれね今んところはですね、なんとかね、はい、なんとか処理できてますね。いやペンジュラムクラックマンはね、このね、はい、ダイナマイト結構ね範囲がね広いんでね、複数の敵にダメージを与えてくれるということで、あーやいやい、ちょっときつくなってきたかこれさあ早くちょっとね他にもね攻撃ユニットを召喚したい。さあ2体新たに配置しました。これでちょっとね最序盤は乗り切っていきたいんですけれどもどうでしょうか。よしよし、あ、今のところなんとか処理はできてるみたいですねよしいいぞ、お前を入れてよかったぜペンデュラムクロックマン。さあサイエンティストクロックマンも配置しました。ちっちゃな壁がレベル1もうこれハードルじゃん、ただの乗り越えられそうなんだけど、クロックバリアが配置されましたね。さあサイエンティストをちょっと置いていってですね、いやーお金を稼ぎたいんですけれども、さあ2体目のサイエンティストクロックマンを配置、さあどんどんファームしてくれよ。いやーこれ乗り切れるかな、どうかな。さあサイエンティストクロックマンも3体配置し終わったので、これでファームもできますということでね、あーちょっと強敵現れたぞ、これ強敵が現れた。お、チーフがそろそろ置けるけれども、チーフ置いていきてえな、ここだな、とりあえずここだ、とりあえずここに配置して、ちょっとねクロックスパイダーで攻撃してもらいましょう。ダイナマイトも投げてくれますしね。アクシー、私から助言がある。まずゴールデンフューチャーラージクロックマンを頑張ってお金を貯めて召喚するんだ。わかりました、チーフ。よし、チーフの言う通り、ゴールデンフューチャーラージクロックマンのお金が、いきなりこれ範囲広いな、ゴールデンフューチャー、さすがだな。うわ、もうマジで安心感違う、こいつ出した途端にさすがチーフだな。私の言うことは聞けよポケガエル。お前口悪いな、チーフ。さあサイエンティストクロックマンのレベルを上げていきましょう。これによってファームのね額も変わってきますんでね。さあ今のところねゴールデンフューチャーがいるんでね、今のところ全然大丈夫ですね。そしてですね、バッファーのですねクロックウーマンちゃんも配置していきたいところですね。これによってクールダウンが早まるんで、よし、クロックウーマンちゃんを配置、よし、これで援護してもらいましょう。ゴールデンフューチャーのね、はい、攻撃速度がね上がりましたということでね、いいぞ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 、どんどんとやっていこう。さあクロックウーマンちゃんをアップグレードしつつ、ゴールデンフューチャーのレベルも上げていく。よし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 、いざとなったらねゴールデンフューチャーのですね時止めが使えますからね。いやー時止め1回使えるってだけで相当安心感があるよ。さあそしてサイエンティストのレベルも上げて、どんどんファーミングしてもらいたいところ。さあウェーブ20まで来ましたね。もうここまで来たら正直ね、ゴールデンフューチャーの力をね最大限使ってですね、もう結構いけると思うんだよね、ここさえ乗り切れれば。さあクロックマンちゃんのレベルも上げていきましょう。さあゴールデンフューチャー、そしてチーフ、よーし、うん、ペンデュラムクロックマンも頑張ってはくれてるけど、ちょっともうそろそろねこいつら撃って他のユニットを召喚していきたいところではあるよな。いやーサイエンティストのレベルも上げていきましょうということでね、よーし、いいぞいいぞ、壁がどんどん強くなっていくいやーまだでも余裕あるね、うん、ゴールデンフューチャーがマジ強いわ本当に。
うん、こいつスタン食らわないし。いや、ゴールデンフューチャーは12回ね、スタンをね、無効にすることができるからいいよね。で、12回食らっちゃったら一旦寝て、また12回無効にすることができるんじゃないかな。いや、マジ強だわ。もうこれさ、正直、ゴールデンフューチャーとね、あとね、DJ テレビマンとかがいたら、結構なね、ウェーブ130とか、いけるようになるんじゃないかな。ちょっとアクシもね、どうにか DJ テレビマンを手に入れてですね、エンドレス結構上位に食い込んでいきたいところですよね。目標は100以内ですよね。そしてアップ取り、うん、正直ゴールデンフューチャーの方が強いんじゃないかなって思うんですけれども、アップ取り一応持っときたいよなということでね。よし、いけいけ、やっぱ強っ、緑色のバチバチ強っ。さあ、ウェーブ29、おお強っ、おお引きいいぞアクシ。こんなところで運はあんま使いたくないけど、ガチャで使いたいよな、やっぱ運は。さあ、1回目の時止めを使っていこうかなということでね。いや、これがあるからな、強いよな、ゴールデンフューチャーは。全体にダメージ与えられる、かつ20秒止めるとか、マジやばいだろ。え、この間にチーフってさ、クロックスパイダー呼び出せる、呼び出してるよね、これね、多分ね。いやー、強いわー。あー、いいぞ。まだね、ウェーブ43だけれども、今のところオートスキップありでですね、全然倒せてますね。さあ、これでですよ、サイエンティストクロックマンのレベルも全てアップグレードし終わりました。よしよし、これでファームはですね、限界を迎えた。ただサイエンティストはね、売ることができないからね。うん、だからやっぱサンタの方が使い勝手はいいけれどもね。サンタはまあ限定キャラクターなんでね。いやー、持ってないという方はサイエンティスト使って使うのがね、いいんじゃないかな。それかね、今フューチャークレートをゲットして、それをね、1000円か1500ダイヤぐらいで売ってサンタを買うってのもありですけれどもね。あ、ちょっとヤバくなってきたんじゃないか、これは。ちょっとヤバくなってきたんじゃないのということで、ゴールデンフューチャーのレベルをね、どんどん上げつつ、新しいゴールデンフューチャーもちょっと置いていきたいんだよねということで。あー、敵が強くなってきたぞ。これ一旦オートスキップ取るか。ちょっと一旦ですね、ちょっと立て直したいね、これはね。さあ、まあでもまだまだいけるでしょ、正直。いい感じだぞ。ウェーブ46、そろそろですね、このペンデュラムクロックマンを打ってもいいよね。もうこいつは戦いについてこれないでしょうからということで。あ、なんか間違えて今レベル上げちゃわなかった。やっちゃったな、お金無駄にしちゃった。いや、ちょっと敵のスピードを遅くするユニットがいたら、あー、そっか、ガーディアンクロックマン連れてきた方が良かったかも。うん、ちょっとね、やっぱね、敵のスピードをね、遅くするやつは欲しいよね、エンドレスではということでですね。あー、大丈夫か、これ大丈夫か。なんとかなんとかいけるか。なんとかここはなんとか、およし、緑色のバチバチ出た。おー、アキシ引きがいいぞ、引きがいい引きがいい。よし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 、なんとかなんとかいけるか。いやー、頑張ってくれお前たち、耐えてくれ。いやー、早くね。よし、クリアした。よし、なんとか。よし、ウェーブ64まで来ました。さあ、オートキスキップを入れております。さあ、ゴールデンフューチャーラージクロックマンの、はい、数もね、だいぶ増えてきたということでですね。しかも、はい、ゴールデンフューチャーの時止めもまだ使っていないので、まだまだ余裕はありますよ。さあ、全体攻撃はですね、このリーダークロックマンに任せて、はい、全体にダメージを入れつつ、ゴールデンフューチャーが、はい、高火力でどんどんとね、敵を倒していくという感じ。さあ、サイエンティストの壁もですね、ある程度、はい、そしてリーダークロックマンのチーフクロックマンのこのクロックスパイダーもある程度役に立ってくれていますということでね。一番はね、ゴールデンフューチャーのこの火力ですよね。火力と時止めがやっぱマジ強いということでね、今後はちょっとね、ゴールデンフューチャーをね、量産していきたいですねということで。さあ、ウェーブ66、まだまだいけるはずだ。さあ、ウェーブ80になりましたが、まだ大丈夫そうだね。時止めもあんまり使ってないし、いや、いいんじゃないでしょうかということでですね。いやー、ウェーブ100は超えたいですね。ゴールデンフューチャーもいるしね。ただサンタと違ってですね、このね、サイエンティストは売ることができないんで、本当はね、火力面をね、どんどん上げていきたいんで、最終的にはサイエンティストを売ってゴールデンフューチャーラージのね、数を増やしたいところではあるんですが、売れませんということでですね、売るがないんですよね。さあ、大丈夫かな、これ。このまま順調に駒を進めることができるんでしょうか。ウェーブ82ということでですね、やっぱりね、サンタの方がね、ファーミング能力が高いんで、なかなかですね、ゴールデンフューチャーラージクロックマンレベルマックスまでね、させてもらえないですね。
いっぱい置いてはいるんだけれどもね、レベルが全然マックスじゃないんで、もうちょっと火力が欲しいところというところで、いやでも全然処理できてますよ。よーし、いいぞいいぞ、どんどんゴールデンフューチャーのレベルを上げていく。さあウェーブ96でございます。すべてのゴールデンフューチャーラージクロックマンのレベルがマックスになって、まだですね大丈夫なんだよね。で、時止めの能力と、あとはねチーフクロックマンのね、はい、このね戦闘のトイレをもう最後尾に戻す能力、これのね、うん、使いどころでですね結果は変わってくるんじゃないかなと思いますね。いや敵も強くなってきてるからな。サイエンティストクロックマンのね壁もですね結構壊されやすくなってきてますよね。でもね、まあ、ゴールデンフューチャーやっぱ強いよな。うん、ウェーブ100はいけるんじゃないかなと思うんですけれどもね。さあ時間、時止めはね大事に使っていきたい。時止めのご利用は計画的に利用していきたいということでですね、でオートスキップもですねなるべく切りながらね、確実にユニット、この敵のユニットを殲滅しながら進めていきたいですよね。いやー、まあでもまだいけるか。うん、アキシ前回のねラージクロックマン縛り、こちらでですね確かウェーブ103ぐらいまでいったんじゃないかな。それは今回ちょっとねクリアしたいですよね。103以上はちょっと目標にしたいですよね。うん、ウェーブ100はねもういけそうだからということでね。いやそんなこと言ってたら足元救われそうだけれども大丈夫っていうか、結構トイレに進行されてますけれども大丈夫ですかということでですね、はい、時止めがねあと30秒で使えるようになるんで、まあ大丈夫でしょうという感じでですね、うん、時止め20秒だからな、しかも全体にダメージも与えつつの時止めなんでね、いやーゴールデンフューチャー頑張ってもらいましょう。しかもですね、いやかなりですよ、範囲がねこれ広いんでね攻撃範囲がめちゃめちゃ広いんで、いやもう全域ですよ、もうステージ全域、こいつに攻撃できないところはないみたいなね。しかもねチーフクロックマンのレンジブーストによってですねフューチャーラージのレンジがさらに伸びているんでねプラス 15% とかってとんでもないよ本当に。レンジ113の攻撃から逃れられるトイレはいないんだよということでですね、うおー、ウェーブ99が始まってしまったぞ。いやーどうだろうな、ちょっともうちょっとピンチになったら時止めを使いたいところではありますが、今のところは大丈夫なような気がする。いや大丈夫だろうかこれは。いやウェーブ100はマジでクリアしたい。さあウェーブ101になりました。100は超えてるぞということでですね、いやいけそうですね。うん、よっしゃ、なんとかウェーブ100は超えることができました。いやちょっとねリクエストでですね、アキシさん、いやあのコメントでね、うん、最近もらったんですけれども、本気でちょっとね、はい、このエンドレスをね挑戦してくださいっていうリクエストも来てますんでね、うん、いやちょっとそれもですね近々ねやりたいとは思っておりますということでですね、さあどうでしょうか。いや DJ が欲しいところだよな。 DJ さえ手に入ったらもうあとはですね結構ねもういけると思うんですよ、メンバー的にもね、うん、キャラが結構揃ってきてるんで、いやなんとかですねもう自力で DJ はねゲットします。でそのね DJ ゲットへのね道のり、そこら辺もちょっと動画にしたいと考えてます。まあ、300K だからな30万ダイヤですからね。いやー並大抵のことじゃ手に入らないですよ、買おうとしたら。いや価値上がりまくっちゃったからな DJ はな。というわけで DJ もね頑張ってアキシ手に入れようと思いますが、今はこのメンバーでできる範囲のかメンバーで頑張っていきましょう。とりあえずはこれウェーブどこまでいけるかな、110生きてえなこのメンバーでな。あー頑張ろう、クロックマン縛りで110までいけたらね結構いい方でしょ。いやこれちょっときついぞ、ちょっとやばいぞ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 やばいやばいやばい、これやばいやばいやばい、これやばい、エマージェンシー使うべきなん、これ使うべきなんじゃないか。リワインドトイレ、あリワインドトイレが、よしよし行った、あよしよし、なんとかなんとか間に合うか、リワインドトイレ使わなくてもなんとかなんとかギリギリギリ、あ食らった食らっちゃった、てか使っちゃった今、やべ使っちゃったし食らっちゃった、意味ないくっそー悔しいなこれ、悔しいな。あでも時止めがまた使えるぞ、時止めちょっとこれ使っとく、時止め、あほら、あワープ、あよかったよかった、ワープしてるわ。えでも食らってない、食らってないワープしたのに食らってない、マジかよ、ちょっともったいないことしたなこれ。うわあ、まあでも時止めがまた使えるようになったんで、なんとか106はいけそうですねこれね。よし横ども溶けろということでですね、さあウェーブ106クリアしていこうぜ
よしよし、すっ飛ばした、入り口にすっ飛ばしたひよこをクリアさえできれば、いやウェーブ106クリアですね。いや新記録ですよアクシー106は。よし、てかエンドレス縛りでしかやってないよね確かに言われてみればなかなかそんな人いないよ本気でエンドレス目指さないで縛りでエンドレスどこまでいけるかチャレンジみたいなねわあ、ウェーブ109が始まっちまった。これは正念場だ。使えるスキルもないということで、いや時止め使わしてくれマジで。あと1分半待たなきゃいけないのか、これ間に合うかな。なんとか間に合わせてくれ。でね、ミューイングとかね、いやアストロカメラがいたらね、ちょっとユニットの進行で遅くすることができるんですが、もうバンバンに攻めてきてるよこれ、やばいって。あーここまでかー、ここまでかー。いやこいつも強えしな、このミュータントパンプキントイレ。わーやばいぞこれ。大丈夫か、ここ乗り切れるか。これ乗り越えられたら次ウェーブ109110か。いやーどうにかクリアしたい。ここはもうちょっとで DJ が削り切れる、削り切れるが、ちょっとこのねジャクソンが後ろにいっぱいいるからね、あいつらを止められるかどうか。よし、いけいけいけ、削れ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 、パンプキンもいるからな。わー削ってくれー、削れー、いいぞいいぞいいぞ、削りまくれ。あと30秒で、あと20秒ぐらいか、あと20秒ぐらいで、はい、フューチャーラージの時止めが使える。そこまで持ってくれ、せめてそこまで持ってくれ。お、黄緑色のバチバチ出たぞ、いいぞいいぞ。これ運ゲーだからな、正直な。緑色のバチバチが出まくったら使える。あと10秒ぐらい使える、時止め10秒ぐらい使える。9 8 7 6 5、あー間に合え、3 2 1、 C ボタン連打ー、とキャー、くそ間に合わなかった。今発動しても遅いんだよくっそー、1時間やってたのかエンドレス、長かったな。はい、ウェーブ109で力つきましたアキシー。はい、というわけでですね、今回はこのメンバーでですねウェーブ109まで行くことができました。ということでね、ランキング見てみると1位は165か、やばいな。これ100位以内に入るにはランクどれぐらいまで行く必要があるんだろう。まあ、ウェーブ159か、うわーマジか、すげーな。はい、今回アキシーはユアレコード108位まで行くことができました。109じゃなかったね。というわけで引き続きエンドレスもね挑戦していきたいと思います。今日の動画面白いと感じてくださったら高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたねー。いやエンドレス時間かかるなマジで。